こんにちは、荒木和弘です。今日は鉄道と音の話なんですけども、これディーゼルカー、キハ20ですが、ディーゼルカー、こういうの乗っかった時ですね、列車の車内放送の最初に音楽が入っていました。で、ディーゼルカーはですね、ソファミソミレドミソドシレバソシレドだったかな。なんかそんなような音でしたね。あるいは客車列車は有名な、ハリケーンのセレナーデでしたっけ。ミソドミレシソシレシレラレソソだったかな。音程がいい加減ですし。どれにもおかげ、いい加減ですけど、まあ大体そんなような感じですね。で、一般的に結構使われてたのが鉄道唱歌。ドドドレミミレドドドラソラナソラドドミミレレミレドド。音が飛んじゃった。そんなのが使われておりました。こういうの聞くと、やっぱりなんかこう、旅情がね、かきたてられますね。まあこの音楽に続いて、本日は、ご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は急行越前福井行きでございます。上野出ますと、次は、大宮に止まりますとかなんかそんなような感じでですね、行った。ああ、いろいろ列車乗るんだなっていうような感じがですね、ありました。前にも 言ったかもしれませんけども、韓国の国鉄、キョンプ線、ですね、今どうだったか忘れましたが、プサンの方からこうソウルに上がってきて、ソウルに着く前ですね、ハンガンの鉄橋を渡る。で、その時に、ソウル賛歌がかかるんですね。ジョミオリネ、コチピウネ、セドレノレ、ウヌグウォルグって、これとてもいい歌。で、ここで聞くと、いよいよソウルに着くんだなというようなことをですね、実感する。やっぱ音楽ってね、そういうようなものはありますから、もうちょっと、今でもまあ結構ね、それぞれの列車で使ってはいるんですけども、もっとなんかこう、大事にしてもいいんじゃないかな。鉄道会社でもこういうのってそんなにお金かかんないですからね、もっといろいろ使ってみたらいいんじゃないかなっていう感じが、いたします。で、まあ、その、車内放送の、まあ、こう、音楽の後に続くのが車内放送。ですけども、これは前にやったことあるかな。世界中でおそらく私しかできない、隠し芸ですね。1970年代終わり頃のソウルの、地下鉄1号線の車内放送。まあ、こんなことやるアホはいないです。で、これでですね、市庁前の駅から、チョンガの次のトンガク行く間、これよくいろんな案内放送なんかで使われるんですね。結構カーブをぐるっと回るんで、時間がかかる。それを、しかも、お客も一番多いと場所。ということでですね、こんなような、車内放送でした。チハチョルハンサンヨンハシヌスゲイヨロブンデーゲ、カムサトリムシャムシアンネマウスムトリゲスミダ。ヨルチャアネソヌン、ハンサンクミョニミタ、タンベルンサンナヒジュシギパラミダ。コンキダオムルトウに、チャネパクロポリシジマシゴ、ヨロブネ、マネリシルホームエマリョンテン、ヒョジドゲポリジュシギパラミダ。ウリモデ、チャネチソウチキョウ、ミョンダンハンオ、ユケハンチハチャブヨンハプシタ。アムチョンチャグン、チョンガニョイミダ。ネリシルホームウェンチョイミダ。地下鉄を普段からお使いの皆さん、チャーチューハンサーにわしの宣言、皆さんにご案内を申し上げます。列車の中は禁煙です。タバコはお進みくださいますようお願いいたします。ゴミは車内に捨てないで、ホームにあるゴミ箱に押してください。で、みんなで楽しく地下通路を利用しましょうという、そういう内容のものでした。あと、音といえばですね、ミュージックサイレンがあります。これはもう、日本だと一番有名だったのは、小田急のロマンスカーですね。ソーシーレソーソーレシーソーってね。
まあでも、なんか今は鳴らしてないですよね。鳴らしてますかね。やってないんじゃないかな。まあ、沿線で、苦情が出たりするのかなと思うんですけども、今はミュージックサイレンってすごい少なく、なりました。あずさ、なんかですね、357でしたっけ？あれは、駅に入るときにちょこっと、まあ、通過の、要は警報代わりみたいにして流していったりしますけども、もう全体的には少なくなったと。一時結構あちこちやったときは、名鉄ですね、名鉄のパノラマカー はどういうんだったかな。あとね、意外なところでは静岡鉄道の線形なんかでも、鳴らしてました。ソドミだった。またそのような音ですね。あとは予算線のキハ58でもミュージックホーンのついたのがあって、あれは確かドミソミソミドとはそうなんですね。まあ、今ちょっとなかなか 鳴らして走ると、まあ、うるさい。という苦情が来る時代です。救急車とかね、消防車のサイレンでもうるさいって苦情が来るんですからね。まあ、これはもう、そういう時代だというふうに思うしかありませんけども、まあでも少なくともね、車内の放送とか、あるいは、車内のチャイムなんかは、これはまあ、別に問題ないんで、お金かかりませんから、それぞれの鉄道会社でも、やっぱりこう、印象に残るような、ものをですね、工夫していただければいいんじゃないかなってことを、思ったりしております。今日はまあ鉄道と音の話でした。今日もありがとうございました。